宮城県知事の村井嘉浩です。難関を見事に突破し、自衛隊に入隊入校される皆様、この度は誠におめでとうございます。皆様はそれぞれの思いを胸に自衛隊の門戸を叩き、そして今自衛隊員としての新たなスタートに向け、大きな期待と不安を胸に秘めていることと思います。私自身も防衛大学校に入校した当時、今の皆様と同じように全く未知の世界へ進むという大きな期待と不安を感じつつ、学生生活をスタートしたことを昨日のことのように思い出しております。4年間の防衛大学校での生活は楽しくもあり苦しくもありましたが、貴重なことを学ぶことができ、大変充実した日々でありました。さて、本県は東日本大震災により未曾有の被害を受け、多くの尊い命を失いました。あの過酷な状況の中、危険を顧みず身を挺して救助救援にあたり、長期にわたる避難生活を支援していただいたのは自衛隊員の皆様でありました。当時は自衛隊初の陸海空、そして米軍からなる部隊が編成され、本県にも全国各地からたくさんの皆様が駆けつけてくださいました。その規模は自衛隊史上最大となる10万7000人にも上り、震災における自衛隊の災害救助活動が国内だけではなく世界各国から高く評価されましたことは皆さんご承知の通りであります。自衛隊の皆様が過酷な任務を黙々と遂行するお姿、そして被災者に寄り添うお姿に、私たち宮城県民は心から感謝し、感動と勇気をいただいております。その気持ちは一生忘れることはありません。そして自衛隊の本務が我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つ国防であることは言うまでもありません。国家の独立は国が政治経済社会の在り方を自ら決定し、その文化伝統や価値観を保つために守らなければならないものであります。また平和と安全は国民が安心して生活し、国が繁栄を続けていく上で不可欠のものであります。このような国防や災害という場面において、自衛隊は国民の生命と財産を守る最後の砦であります。この重要な任務を担う自衛隊への入隊入校を選択された皆様に感謝と敬意を表するとともに、今後教育訓練に励み、国防や災害の場面で活躍できる立派な自衛隊員になられますことを期待しております。結びに、入隊入校後は慣れないことの連続だと思います。どうか自衛隊員になろうと決意した今のお気持ちを忘れずに、同期の仲間と寝食を共にし、学び、そして訓練に取り組み、互いに切磋琢磨して信頼と友情に支えられた固い絆を築いてください。我が国の最後の砦として皆様が存分に力を発揮されることを記念して、私の挨拶といたします。本日は誠におめでとうございます。